ジェームス・マセソン初代、順番シャクサー・ジェームス・ニコラス・サザーランド・マセソン、1796年11月17日から1878年12月31日は、イギリス・スコットランドの実業家、ウィリアム・ジャーディンと共に、ジャーディン・マセソン商会を設立した、スコットランドのサザーランド・レアグ生まれ、エディンバラ・ロイヤル・ハイスクール、エディンバラ大学で学び、卒業後は、おじが、 インドのカルカッタで開業したマッキントッシュ商会で働いていたが、おじの事業失敗により失業する。その後、貿易船長のロバート・テイラーに従って中国公州に行き、1819年から2人でアヘン貿易を開始する。マセソンは全財産を継ぎ込むことになったが、幸いにも後にアヘンの価格は冒頭する。1820年。 デンマーク中公修領事に就任する。当時は英国商人が他国の領事に就任してもイギリス東インド会社の規定に触れなかった。1827年11月8日、ウィリアム・ウッドと公衆でアヘン相場などを掲載した英字新聞公衆記録法を創刊した。1832年、ウィリアム・ジャーディンと共にジャーディン・マセソン商会を設立。 インドから清シへのアヘンの密輸、フィリピンとの砂糖と香辛料の貿易、真の茶と絹のイングランドへの輸入、戦績書類と積み荷保険の取り扱い、造船所設備と倉庫の賃貸、貿易金融、その他貿易に関するあらゆる業務を取り扱った。1830年代中頃から、新国ではアヘン貿易の代償に銀が大量に流出するのを、 恐れた当局が締め付けを強化したため貿易が次第に困難になっていた。この貿易不均衡は西欧の貿易会社が取り扱う新国産の茶や絹の輸出額よりもアヘンの輸入額が高かったことを意味する。しかし、新でのアヘン取引の拡大を望んだウィリアム・ジャーディンは耐震貿易で強硬姿勢を取るよう政府を説得するためマセソンをイギリスに派遣した。 マセソンは、鉄の公爵と呼ばれた、外務大臣ウェリントン公に面会したが、門前払いを食わされ、傲慢で愚かな男に恥ずかしめを受けたとジャーディンに報告した。1836年に、マセソンがアジアに戻ると、ジャーディン自らがイギリスに向かった。同年、マセソンは、著書、プレゼントポジションフューチャープロスペクッツ、オブトレードインチャイナを出版し、中国における、 貿易事情について詳しく述べている。アヘン戦争後の1842年にイギリスに帰国。1843年11月9日、メリー・パーシュバルと結婚。1844年、54万英ポンドでスコットランドのルイス島を買収し、ルイス城を建設した。1851年、ルイス巡弾社を受訓。 1843年から1852年まで、アシュバートン市選出の国会議員。1852年から1868年まで、スコットランドのロスクロマティ軍選出の国会議員を務めた。1878年、フランスのマントンにて82歳で死去。子供がいなかったため、マセソンの家系は断絶した。長州五欠の英国留学は、 ジャーディン・マセソン商会横浜支店が支援した。また、彼らの英国滞在中は、ジェームス・マセソンの老いにあたるヒューマセソンが世話役となった。香港、ドラワンの持ち地侵害香港、ドラワンの持ち地侵害は、ジェームス・マセソンから命名されている。ありがとうございます。